どうも、柳と申します。今日はですね、この方、王様の下っ端の王子様が僕と対決したいみたいなこと言うから、うん、だからやっちゃうんだけど、今日さ、あ、じゃあその前に声がさ、そう、声がね、おかまちゃんみたいになっちゃってるから、2丁目的な2丁目な感じになっちゃってるから、ちょっとね、あれだよね、昨日までの舞台の激しくてね、そう、激しくてやばいから、だから要は矢神が言いたいことは、僕が聞いて何か言うってのもありだけど、逆に矢神がなんか頑張ってなんかボソッとなんかきっとカメラに近づいて喋ると思うから、まあだからまあなんとかなんでしょう。で、今日何しに来たの？そう、で今日何しに来たかっていうと、とりあえずビリヤードをやっぱ分野する立ち位置的に王子で王様だから、だからやっぱ王様に挑戦したいみたいなことを言うから、よろしくお願いします。だからまあやっぱしょうがない、その勝負挑んでやろうかなっていう感じで、でそれでじゃあビギュアードやっちゃおうかっていう流れで、ビギュアード会場的なところに行きました。 OK? OK、 やる、じゃあやっちゃおう。 OK? 今から王子が王様にビギュアードのちょっと教える、そう、教える先生やってくれるから、だからその教えてる風景をでもボタンのまずはこのローラみたいにして、ローラ、ローラだな、そう、ローラみたいにして、ここの関節をくっつける。どっちの関節？こことここの関節を、こう、そうそう、こうで、ここに差し込む。開ける、開けてあげないじゃん。あ、そうだ。でこうよ、OK、 こうで、で、置いて、こうで置く、置いて、ここ、トマトは20センチぐらい。トマト、玉、あの白い玉、玉がで、目線落とした方が、そう、飛んでく方向が見えやすい。落としすぎなの、もうちょっと、あ、それぐらい。お、綺麗綺麗。で、ここより下をロボットダンスみたいに。あ、エグいやじゃん。オーケー。玉の真ん中で、今ちょっと下から、今もうちょい。赤で言うと、この辺、うん、で、まっすぐ、まっすぐ、オーケー、いいと思う。ちょっとあっち行っちゃったのね。どっちに？まっすぐ行っちゃった。ちょっと右ついてたな。オーケー、オーケー、どうなんだろう、力んでる。でもまあいいけど。ああ、どうせ。いや、力んでる。なんか今さ、こう行きたいんだけどさ、こう行ったよ。まあ、ね、この辺が動いちゃってんだ。なるほど。オッケー。まあ、上から下だけ。力まなくていい。まあ、まだ力んでる。なんで？オッケー。ただ、スピード、強さより、こっちの速さ。こっちの速さ。こう、こう、カッ、カッ、カッ、その強く打たないと勝手に転がるよ。カッ、今のダサくねえだろ、ダサい、ダサいね、ダサいね、ただもっとかっこいいのだから、本当リラックス、リラックスして、これを、ここね、そう、ここでこう引いて、始まりましたって僕ショットした。今のショットを教えて。え、だから力まない。リラックス。じゃあリラックスしてんじゃん。うん、リラックスして。してるよ。リラックス、リラックス。ふにゃふにゃにして。ちょっと。ああ、なんか違った違う。まっすぐ、真ん中。真ん中が分かんないね。この切り刻んだ真ん中。なるほど。人生の真ん中みたいな。そう。でもちょうど人生の真ん中あたりで一発事故になってきたら、まだ遅い前半。あんまり前半ね。じゃあだから前半のあったの真ん中だった。真ん中。はい。じゃあちょうど同じこと。いける。いける。これね。これと。
ちゃうもん。それで肉まで行きます。あーいいよ、一番いい、いい、一番いい。来た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 。今は良かった。これで、あの軍艦を軍艦バーンするから、なんか入る、入る、入る、切り捨て。すごい。これで何、これをガシャンしたい、ガシャンしたい。何番はね、9番。 OK、 ガシャン。いきまないよ。あ、じゃあ、ガシャンしたじゃんけんしますね。じゃんけん、じゃんけん、先行、じゃんけん勝ったら先行ね。一番、じゃあ分かる。僕ね、いつもチョキ出したりしたの。ああ、じゃんけんなんですね。だから、でも今考えてから絶対グー出すと思う。この時間関係ない。まずグー出す。だからパー出したら勝ち。でもね、ヤガミだったらちょっと気遣って、なんか早くな、なんか僕早くしろじゃない、グー出すから、あえてチョキ出すんじゃない。あ、で、わかるでしょ。じゃヤガミはチョキを出すっていうふうに思ってる。あ、けどパー出すでしょ。うん、チョキ、うん、分かった。チョキ最初はグー、ジャンプやるか。グー出すです。今グーとグーだよ、グーグーだから、じゃあグーですよ、グーチョキ、まあ、次チョキ出すでしょ。僕はじゃあカチュに行くよ、チョキ。だからチョキ出すから僕はグーを出すから、でもあえてパー出すでしょ。だから僕もあえてそれに合わせてチョキを出す。分かった。最初はグー、じゃんけんパー先行です。来た、ブレイクショットは僕の、僕のあれだ。ブレイクショットで、はい、どうぞ。全自分か、見やった方がいい。これなんで滑り止め、滑り止めで、あ、滑り止め。どうぞ。全ガシャンって言ってよ、任せ。全おおおお、来た来た来た。最悪、今白が入ったけど、こういう場合どうすんの。白が入ったら俺が好きなところに置いてスタート。あーで、俺はしましまのボールを決めて、こういう柳はこのツルツルを決める。OK、ツルツルね、ツルツル、なんかダサくね、なんて言えばいい、ツルツルってなんかかけてるみたいな。うん、なんか、じゃあ僕からの、じゃあ、じゃあツルツルね。あ、どっちでもいいよ、俺ツルツルで、僕がサッサッサッサでいいよ、サッサで、俺ツル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 。あ、OK、じゃあちょ、どっちの方がいいの。どっちでもいいよ、ほんと。じゃあ僕、じゃあラインね、ラインで、柳はこっちのラインボールで、ラインボール俺はツルツル。ラインで柳がツルツルがダサいらしいから嫌なんだって。じゃあ俺ツルツルやろ。ツルツルやって。 OK、 やるよ。これをこっちに入れる。何番？3 OK、 3番目。スコーゴーゴー。これは？え？俺か。OK。ミスですね。どこにもないの。難しい。本当はここが良かった。難しい。ちょっと待って、これ次僕に来るっぽいぞ。これさ、ガシャンやろうか。やっちゃって。いくよ。パワーショットよ。
たい。いや、じゃあ僕 LINE は来た。来た。9。おお、それでもこっちも簡単。そう。でもあ、こっちの方がいい。まず決めたい。あ、絶対だね。行くぜ。でもこれで後ろ入っちゃうやばい。入んじゃない。よく、で、上の方を狙ってやばい。そう、あんま上って言うとやばい、うん、でも、綺麗だな。で、ね、バックスピンじゃね。うん。ちょっと飛んじゃった。やっちゃった。いや、こいつね。はい。簡単なの。さあ。うわ。で、茶色。オッケーです。こいつ。はい。うわ。やばい。ミスミスミス。やばいな。これ本当ここだったの。これ狙えないかな。こいつか。オッケー。で、こいつどこに？どうしよう。あ、パンパンパン。いや、きつくない？いや、でもそれしかない。それパンパンだな。オッケー。ここね。いけよ。これ決まったらうまい。ヤガミの技。パンパン。ダッセー。まあ難しかった。どうぞ。これね、微妙だな。こいつ赤も11番で、バックスピンじゃない。いや、それこいつだね。おまあ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 、今のおかしいじゃん。これ超簡単。やっべ、めっちゃ簡単だね。だけどその後が大事だから。ちょっとバックスピンじゃない。いや、バックスピンじゃないんだ。何？毎回転。毎回転。あとこの2つ、あとこの2つ、余裕。トン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 、そうだ、トントン、トン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 、トン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 。こいつ決めて、こいつ決めたら終わり。よし。どうしようか、でもこれぶつかりそうだな。じゃあ僕は…まあいいか。あ、そういうこと。トントントン。うわ、外した。来た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 。外した。ほら、もう次これ一応かな。え、全然しないんですよ。まだしない。これ僕の、なんて王様の技って言って、チェンジって技があるんだよ。チェンジはでもターンの技だよ。そう、8狙う時に通せばいいんだよ。ちょ、待って。でも次6は狙えないかぶってるから。そうだよな。チェンジなし。いや、チェンジあるよ。今はチェンジしよう。する。え、チェンジチェンジチェンジなし。チェンジしたら僕がツルツル、ツルツルで、親髪がラインね。いや、あ、ごめん。タンタン、タンタン。どうする？これで、どうやってんねろ。あ、こいつに当てないといけないから。
これ壁でやってもダメですか。ああ、だからでもここに当てて、あ、悪くないよ。あ、悪くない。あ、ここ、あ、これ決めたらすごい。カンカン、いくぜ。あ、この間弱いと良くない。ちょっと強めがいい。何を浮かしてもこう、こいつに当てないで。そうなんだよ。で、俺がしましまじゃない、しましま。今すげえわ。すげえ、今すごい。よく入った。でもやっちゃったな。どうしようか。なんか適当にやるね。さあ、来い。男なら、これを入れる別で。え、どれでもいい。11番。いや、でも手が届かない。こっち、こっち、こっち。いくよ。あ、普通に入っちゃった。普通に入る。確かに。あれ、棒使うか。ついに。届く？届かんじゃん。届かんじゃん。使い方も教えないとね。使い方悩む。わかる。俺も。いや、やだ。もし外したら8番超簡単になる。なるほどね。じゃあ、柳田。じゃあ、そうそう、僕にとって最高じゃん。じゃあ、外してみ。じゃあ、一回、一緒。よし、来た。いや、これは良かったね。盛り入れる。いや、いける。いや、決めなかったけどな。これ決めたら柳田の勝ち。いや、今の下手だったんだよ。ちょっと待って。いらんな。いや、一応これじゃ無理じゃん。いいよ。決めたら勝ちだよ。うん。まあまあ終わらしちゃうと寂しいから。うんうんうん。ゲーム的にね、尺を考えて、うん、ちゃんとやってるよ。じゃあ僕プロデューサーだから。そうだ。どうしようか。いや難しいな。こいつ厄介。いいよいいよ。それ重要ですよ、うん、フリーボールが一番冷めるな。あ、フリーボール一番冷めるな。フリーボールなの。こいつはあそこ、白がここに入る可能性がある。それが、まあ、いいか。逆にやってみよう。入らんか。いや、はいはいはい。
そう、チャンス、チャンス、これいけ、今入ると思ったけどな。これパッチを入れるわ、ここのパッチじゃん。いや、今のいける、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 どうしよう、いける、勝っちゃう、いい、勝っちゃう、これで、いける、いける、ジャンプ系？いや、パーン、ジャンプしてるよ、得意です、うん、どうしよう、うん、ジャンプ系で入れようか、うん、いや、打ちづらいこれで、ドライブ、ドライブ B？ どういうこと？ドライブ B だよ、ドライブ B はきついから、矢神できねえんじゃねえと思って、あそこに置いた、どうしよう、これでも勝てる、いや俺勝てんもん、うん、これで僕の勝ち確定だな、ほぼね、よし、来た、やっぱ王様はすげえ、初戦王様、やばいな、これはやばいな、これはいけない、ピンチだな、どうしよっか、あれ使うしかなくて、いや、まあ多分届くから、ああこいつがさ、ああ、いや、入んないんだよ、ああ、まあ、まあ、どうしよっかだよ、はんはんはん、ああ入ってんじゃん、じゃあこれ入るけど、このじゃあこいつでしょ、これ結構無理だよ、パンパン、だからこれパンして、いや、いや、うん、常に、あ、いい、これ決めようか、決めちゃうな、決めちゃう、ね、どこに決めるの、マジかよ、あの技を使うの、うわ、最高、ダッセ、今白も入ったからな、ダッセ、僕の勝ち確定じゃん、それもうちょっと待ってよ、いや、でも僕まあ、もう無理、いや、空気読めるから、だからもっとあっちから狙えない、いや、違う、こっから狙った人もいるなって、それか、逆にこいつを逆に超ちょっとパンチみたいな、いや、じゃあ男だったらここで君何とか男なんだよ、空気読めるから、かっこいいやり方を教えてくれた、なるほど、ここにボールだけ、ここ？ここ？え？で、ここ狙って、うん、こういって、こういって、はい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 、オッケー、もう十分やさ、止めるんだけど、オッケー、よし。パンパンパン、いけるいける、いや、これで入ったらやばいよ、やばいやば、ちょっと左上、左上でしょ、真ん中より左、ちょい左上、左左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 左
いいよ。行くんじゃない？やったじゃん。ちょっと待って、行くんじゃない？やった、はい、嬉しい、やった、めちゃくちゃ嬉しい。緊張してきた、緊張してきた、今撮った撮った、めっちゃ好き、やばいやばい、すごいすごいすごい、だからだから勝ちました。イエーイ。結局王子は王様に勝てませんでした。じゃあ明日楽しみました、お疲れ。めちゃめちゃいい終わりやん。